ット女子方トムケイトです。小さい頃から世界チャンピオンになることが目標でやってきたので、実際決勝のコートに立って優勝した瞬間は今までの辛い気持ちとか頑張ってきたなっていう気持ちが溢れてきて、すごい涙が出てきました。今ここまで来るにはたくさんの方々の協力支えがあって本当にこれだと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、空手もオリンピックにもうすぐ入るかもしれないということで、ちょうど私の年齢も東京オリンピックの時にちょうどいいので、ぜひ東京オリンピックに出て優勝したいなっていう目標がさらに近づいた気がして、モチベーション高くこれからも練習に励んでいきたいと思います。